佐藤義し6月4日から2020年11月9日は、日本の政治家、元衆議院議員。一般社団法人日本経営支援会長。秋田県出身。政経高等学校、政経大学政治経済学部卒業。1986年に、衆議院選挙秋田1区から、自由民主党公認で立候補し初当選。 1994年に自由民主党を折り通して、新党未来の決闘に参加、同年の12月に、新進党に合流した。1998年の民主党決闘に参加、国民運動本部長、国会対策委員長、秋田県連代表を歴任した。中選挙区時代は長く自由民主党の二田浩治と、ライバル関係にあったが、 小選挙区制に移行した2000年の総選挙では2、天に敗れ、比例党北で復活当選を果たした。新自由クラブ、自由民主党、新党未来、新進党、国民の声、民政党、民主党と政党を渡り歩いたが、2002年の保守新党結成に加わる。しかし、翌年の衆院選で保守新党は、 わずか4議席しか獲得できず惨敗し、佐藤自身も民主党新人の寺田学に敗れる落選。総選挙後保守新党は自民党に吸収される形で消滅した。2005年のいわゆる優勢解散に伴う第44回衆院選に自民党から比例区東北ブロックの名簿掲載所に再開で立候補したが落選。この立候補は 佐藤の秋田市内の講演会に、二田を支援させるためであったと言われている。2009年に若手経営者を支援するための、シンクタンクとして、佐藤義雄総合研究所を立ち上げる。2020年11月9日15時56分、多臓器不全のため、秋田市の病院で死去。85歳没。死没日をもって、14位に除される。元海輸政務次官 元民主党国会対策委員長、元保守新党国会対策委員長、ありがとうございます。